1992年バルセロナオリンピックの日本選手団は1992年7月25日から1992年8月9日まで開催された1992年バルセロナオリンピックの日本代表選手団及び競技結果選手所属及び選手名は1992年当時のもの陸上競技日本代表も参照監督大串慶治コーチ 宮川千秋コーチ、浜田康則コーチ、総主ゲコーチ、小出義雄コーチ、斉藤和夫コーチ、安田則明コーチ、石山治明総監督、小林徳太郎ヘッドコーチ、鈴木洋二コーチ、野本敏明コーチ、渡辺正美コーチ、設楽義伸コーチ、佐久間幸造ドクター、武藤義照コーチ、金戸俊介ヘッドコーチ、金子正子コーチ、井村正代監督、 剣持映像男子コーチ、梶山康二女子コーチ、大谷千尋トレーナー、室門隆二新体操コーチ、五名美佐子監督、藤原栄京コーチ、三名刑事メカニック、野口正義監督、上村春樹コーチ、藤井聖太コーチ、南清子コーチ、吉村和夫トレーナー、米田実トレーナー、金山博康監督、中村良造コーチ、柳沢久子コーチ、 島谷純子トレーナー、斉藤慶三監督、平山光一郎コーチ、伊達寺一郎コーチ、富山英明コーチ、高田雄二コーチ、宮原厚一コーチ、下田昭二郎監督、渡辺誠志コーチ、田見義久監督、桜井勝俊コーチ、三木勲志コーチ、細谷二郎コーチ、佐藤薫監督、福井列コーチ、龍馬雑子監督、池田信孝コーチ、 長谷川博之監督、山中正武コーチ、小畑剛夫コーチ、荒井信久監督、大古誠治コーチ、辻愛慎一郎トレーナー、川崎勝美監督、米田和則コーチ、達川実トレーナー、岩崎ゆ二アシスタントコーチ、おじ村智香友大男子監督、久米田義し女子監督、森沢幸子監督、畑光秀コーチ、西川通るかお監督、 ほつみやすおコーチ、松山和き監督、久保明監督、飯塚ず郎コーチ、畑幸太郎監督、寺西博監督、下礼二郎コーチ、山本忠政コーチ、松岡おか監督、武田恒和コーチ、藤川光か団長、古る博しひ団長、松平康隆本部役員、こかける本部役員、上永明が本部役員、川わ恵子本部役員、 土屋は平本部役員、広瀬久を渡し、長沼はじめ本部員、かすか一本部員、平ら本部員、伊藤光一本部員、阿部美紀夫本部員、香川真由美本部員、い、西文夫本部員、青木信の本部員、高橋秀隆ドクター、川原きドクター、河野一郎ドクター、高尾義秀ドクター、坂井孝也理学療法士、河野明英理学療法士、 小林博和理学療法士、野村昭支援本部員、西村賢治、ありがとうございます。